さあ続いてのキーワードこちらです、はいはい、恋愛中はスケジュールに過敏と。おお、はい、やっぱりどうですか、自分で気づいてます？うんってこれを言ってくるかみたいな顔してますけど、やっぱりね、これ言うかみたいな顔して。僕データ言いますね、はいはい、恋愛中だとすぐ次の休みを聞いてくる、すごくしつこい、はいはい、結構休みが多い月でも、うん、次の休みずっと聞いてくるときは好きな人がいる。なるほど、なるほどね、わかりやすいな。結構恋愛にこう重点は置く。そうなのでしょうね、多分バレてる感じですねこれは。まさか今ね 5LDK でその引き出しも開けなきゃいけないんだと思ってた、うん、そうですね、うん、ちょっと今手に汗が